思うに現代の文化はいわゆる唯物科学の文化なり、故に従ってその間に行われる犯罪の種類もまた唯物科学の原理を応用せるものを多かるべきは自然の断りなり、しかれば将来精神科学の諸般の学理が一般の常識として普及するに至らんか、同様にこれを応用せる犯罪が旺盛なる流行を示すべきは論を待たざるべく、しかしてその犯行の恐怖戦慄に値すべきこと、現代のいわゆる唯物科学応用の犯罪の類にあらざるべきもまた致命の断りなるべし。しかして核のごとき犯罪に対して御人法医学者はいかにして犯罪を調査し狂気を研究すべきや、いかなる基礎知識に照らして犯行の経路手段の内容を明らかにすべきや、云々。